まあ、珍しい勝ち上がりだったので。そうですね、もうでも勝ち上がったのが一番疲労度があるかもしれないですやっぱりちょっとやっぱりその気を使う部分がありましたね、見ながら。そうですね、まあもちろん2位まで入ってほしいみたいな、ね、思いでした。まあでも、決勝乗れたし、まあ、でも脇本の強さも、最初ですね、腰でも感じていたので。準決勝しっかりその伸びて、まあ、その3着まではしっかり入れてるって。そうですね、あの展開で、まあ、自分的にはそのレース後はやっぱりこう、2着まで行けへんかったこう悔しさとか、いろいろな考えさせられるようなあのフレームのこととかも感じましたけど、まあ、その伸び的には悪くなかったし、感じ的にも悪くなかったんで、はい、あとはやっぱりこう、これこう練習しかないかな、うん、決勝、まあ、ワッチーとリュウジさんと、まあ、はい、本当に頼もしい。そうですね、やっぱりこのやっぱり強いんで、はい、まあまた自分の役割も変わってくるやろうし、うん、しっかり頑張るだけですか、ね、はい、もちろん近畿からというのがみんなの思いだと思います。そうですね、まあそれは前2人が考えて手を取って、僕はしっかり、うん、自分の役を果たすだけですね、はい、ありがとうございます。